大根餅の作り方を紹介します。4人分を作ります。大根10センチメートル程度、でんぷん大さじ7、干しエビ大さじ3、青ネギ1本、塩1つまみ、ごま油大さじ2程度、タレにポン酢または濃口醤油を準備します。大根は皮をむき、おろし器ですりおろします。ミキサーやフードプロセッサーを使って細かくすることもできます。ボウルにザルを入れ、すりおろした大根を入れて軽く水気を切ります。汁は残しておきます。青ネギは小口切りにします。すりおろした大根とでんぷん、干しエビ、青ネギ、塩を混ぜ合わせます。粉っぽさが残るようなら、大根をすりおろした時の汁を加えて調整してください。8等分程度にし、形を整えます。熱したフライパンに多めのごま油を引き、中火で焼きます。ひっくり返し、両面がカリッと焼けたら完成です。出来上がりです。幼児食にもおすすめです。お好みでポン酢や濃口醤油をつけて食べてください。